アンソニーガイ、トニー・カスカリーノは、イングランド・ケント州セント・ポールズ・クレイ出身の、元サッカー選手、元アイルランド代表。現役時代のポジションは、センター・フォワード。現役時代は、イングランドとフランスの様々なクラブに在籍し、アイルランド代表としては、1990年、1994年のフ、FIFA フワールドカップ2回と、UEFA 欧州選手権1988に、 出場した。現役引退後は、ラジオ局のトークスポートに加え、タイムズとアイルランドのホットプレスで執筆し、イングランドのスカイスポーツ、アイルランドの TV さんとトゥデ y FM でも働いた。また、アイルランド放送協会による、リアリティ番組セレブリティベイニス・ティーーで優勝した。イングランド3期在籍した、ミルウォール FC でコンビを組んでいたカスカリーノとテディ。 シェリンガムイギリス人の母親とスコットランドのエディンバラ出身の父の下で生まれたカスカリーノはプロサッカー選手としてのキャリアを開始する前は地域リーグのクロッケンヒル FC で活動しながら美容師や建設現場で生計を立てていた。1982年1月に入団した3部のジリンガム FC では翌月の敵地でのバーンリー FC 戦において初出場、出場3試合目となった。 本拠地でのウィンブルドン FC 戦において初得点を挙げると、初のフルシーズンとなった翌1982から83シーズンでの19得点を皮切りに、15得点20得点21得点と安定して得点を量産し、1986から87。 シーズンはサンダーランド AFC とのプレーオフ準決勝第一戦でのハットトリックを含む30得点を挙げており、対談までに公式戦で110得点を記録した。また、現役中の活躍から2009年にファン投票によって選定されるクラブの伝道入りを果たした。1987年6月、少年時代から応援する ミルウォール FC とクラブ最高記録となる遺跡金22万5000ポンドで合意する。ミルウォールでは8月のミドルズブラ FC 戦で初出場を飾って以降テティ・シェディンガムと素晴らしいコンビを築いて加入1期目に2部での優勝に多大な貢献しており対談までの公式戦128試合49得点を挙げる活躍は別のクラブ最高記録となる遺跡金へとつながった。 しかし、1990年3月に150万ポンドで移籍した一部のアストンビラ FC、1991年夏に110万ポンドで移籍したスコティッシュプレミアリーグのセルティック FC では、それぞれ46試合11得点、24試合4得点と成功を収めることはできず、セルティック移籍から7ヶ月後の1992年2月にトム・ボイドとのトレードで加入した。 チェルシー FC でも40試合8得点と印象づけることに失敗し、1994年には FA カップ決勝戦に出場するも、結果を残せずタイトルを獲得できずにいた。その不振は、チェルシーの県別会長やセルティックのリアム、ブレイディ監督から激しい叱責を受け、ファンからもブーイングされるほどだった。フランスチェルシー対談後に、 フランスへ活動の場を移したカスカリーノは、それまでの苦しい時期と一転して、得点を量産する活躍から、トニー・ゴールの愛称を得ていた。1994年8月、スキャンダルによって、リーグズへの降格処分を受けていた強豪オリンピック、マルセイユと契約し、二部ながらも2期連続得点王に、輝く活躍で、リーグアン復帰に導く。 1996年から在籍した AS ナンシーでは一度降格を経験すると、決して順調ではないチーム状況だったが、ラースローベレニ監督の下で、パブロ・コーレアとコンビを組んで得点を量産し、ナンシーでの最後となった1999から2000、シーズンにおいて37歳ながらもリーグアンで15得点を挙げた。現役引退を示唆する中、 2000年4月にレッドスター FG93 から素晴らしいオファーが届いたために1年契約で合意し、3部に該当するフランス全国選手権でプレーすることになった。しかし、ジャックルメイ監督はフォワードにパトリック・バンケッツを据えることを決定しており、クラブ幹部のミシェル・ムーランからは、自身に合うシステムはないと戦力外同然の言葉をかけられたことも、 相まって2試合目に途中出場した後に現役引退を表明し8月19日に契約終了となった。なお、それから1週間後に全所属のナンシーから復帰のオファーがあったが拒否している。両親はイギリス人であり自身もイングランドに生まれたものの母方の祖父がアイルランド共和国のウェストポート出身のためにグラニー、ルールが適用され アイルランド代表の出場資格を得ており、1985年9月11日の1986、FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のスイス戦で、初出場を飾って、以降、空中戦の強さで88試合19得点を記録し、ロビーキーンによって塗り替えられるまで、代表最多得点者だった。また、UEFA 欧州選手権1988、 1990FIFA ワールドカップではチームの主力としてプレーし、1994FIFA ワールドカップでは負傷により欠場したナイアルクイーンの分までさらなる奮闘が期待され、グループリーグ突破に重要な鍵として目されていた。しかし、大会前にふくらはぎを負傷したことでベスト16のオランダ戦での途中出場に留まった。 1999年の UEFA ユーロ2戦、予選でのトルコ戦で引き分けとなり、本大会進出失敗が決定した後に、代表引退を表明した。アイルランドの市民権2000年10月に、自伝フルタイム、ザ・シークレット・ライフ・オブ・トニー・コスカリノが出版され、その一部がサンデーミラー紙に掲載されると、1996年に、母と祖父に直接的な血縁関係にないことを、 自身の母から明かされ、自分は代表でプレーする資格がなく、アイルランド人ではなかったとの内容に、全国紙の見出しとなり、この発表にアイルランドサッカー協会の最高責任者は衝撃を受け、ジャッキー・チャールトン監督は、情報開示に疑問を示した。また、事前には代表での同僚であったクイーンと、アンディタ・タウンゼントに相談をしていたことも綴られていた。 騒動から4日後の11月にアイルランドサッカー協会は常にアイルランド代表でプレーする資格があり、障害はなかったと発表した。また、アイリッシュインディペンデント紙はカスカリーノの母の名前が代表デビュー前の1985年に外国出生登録に登録されたことでカスカリーノがパスポートを与えられていたと報じた。現役引退後は テレビ番組セレブリティポーカークラブに出演し、パーティープーカーでコメンテーターを務めると、セミプロのポーカー選手として仕事をしながらも、2002年からはスポーツラジオ局のトークスポートに入社し、2005年に退社するまで務め、2004年にドライブタイムの司会を務めていた。2011年にはアイルランド放送協会によるリアリティ番組セレブリティベイニスティ t ー,ーに出演し、 そこでゲイリックフットボールチームを引き、ポールがーゴディー率いるチームを決勝で延長の末に破って優勝した。自伝2000年に出版した自伝フルタイム、ザ・シークレット・ライフ・オブ・トニー・コスカリノには、市民権の問題のほか、私生活やクラブでの内情を明かしており、その内容に批評家から賞賛を得ている。その一つに、オリンピックマルセイユ時代に、ベルナール・タッピ会長の個人位から試合前に、 パフォーマンスを向上させる謎の物質を注射されたと綴り、2003年にもタイムズの自身のコラムにおいてアドレナリンを刺激するものと聞かされたし、何かは正確にはわからないが違法なものだったと99%確信している。自分を含め多くの他の選手も受けていたと暴露した。なお、当時のクラブの医師はマルセイユにドーピングはなかったし、カスカリーノは 液体状でビタミンを2、3回摂取しただけと完全に否定している。1988年7月に一般人の女性と結婚し、二人の息子を授かる。しかし、フランスへ渡った際に、フランス人の一般人の女性と不倫した末に娘を持つことになり、1996年夏に前妻との離婚を選択した。 フランス人女性とは2000年6月に結婚し、長女を含む3人の子供を授かるが、8年後に妻は子供全員を連れてフランスへ去っていった。ありがとうございます。